と雑談は一切なしでなんお願て言いわれてしもまわかす。んねえトラ感ブじルでとね、かピンは、とこないちゃん感と使じってでもらってね。OK です。で、役職は買ってもいいんですけど、そこに何関回してみん何なも言でわないでください。インド買っだて買とわ思ないう人は、を処話刑は一す切るしないでください。機会何がかあり質ます問あかっりてまこすとなんか？でしょ、多分。縄とは。もっと柔らかく言うと。では始めます。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職え？は左下、村狂人人？あでれ？す。狂人誰が勝ってね？まあ、狂人だから夜誰がも文句更けないまけしど、た。俺村人になったから何人も狼に文句気なをいつけけど、てく狂だ人さ飼うい。人はもう勇気ある者に対しては俺は何も文句ないし、オトリと、あれ？狂人じゃない？左下って。違ったっけ？霊能の横って狂人な気がするんだけど。狂人飼う人、まあ確かにいるからな。狂人も一応推理ゲーム、じゃあ推理ゲームだからな。狼を当てるっていうゲーム、逆のゲームだからな。で、狼の力を貸していくっていう。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、おはようございます。特に CEO ございません。そうです。特にショットップバッターなんて言うことはないんで、進行論だけ言っておきます。霊能者さんとはもう初日から出てきていいと思っています。で、霊能者さんの対抗が出てきた場合はもうロラします。で、占い師さんも出てきて、まあ、対抗が出てきたとしても、たら、まあ、グレランになりますけど、まあ、そういうところかな。騎士さんは、もう潜伏でいいかな。もう、釣り位置に上げられたら出てきてもいいかなって感じはします。そんなところかな。はい、回します。3番のプレイヤーが発言します。ありがとうございます。村人陣営特に使用ありません。2番さんに触れると、まあ、進行論。霊能にしよう、盤面ロラ。で、占い師対抗でできたらグレランって言ってたんだけど、22陣形の時？お、ちょっとそこら辺ちょっとよくわからなかった。霊能にしようね、占いにしようの時にグレランいくっつってた？それは多分、それじゃないんだったらもうごめん、申し訳ないんだけど、それ、でも霊能からだよね。まあそんな感じかな。2番さんの、まあ印象も、まあでも色落ちないかな。そうだな。まあ、そうだね。霊能一周目出てきてもらって。まあ盤面固まり次第かな、俺。盤面固まり次第考察頑張ります。じゃあ、4番さんどうぞ。4番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。5番さんランダムしろ。5番さんランダムしろと出ました。把握お願いします。騎士さんは盤面を見て動いてください。まあ、盤面固まり次第。まあ、グレー詰め盤面になったらってことですね。グレー詰め盤面になったら出てきてください。で、まあ、2番さんからスタートだったんですけれども、3番さんの2への指摘はまあ、良かったと思いますが、まあ、多分2番さんはそれを分かった上で言ってたんじゃないかなと私はそう受け取りました。ちゃんと2番さんは多分分かってるんじゃないかなとは思ってる。それぐらいかなと、とりあえず2番さんと3番さんの印象は、それぐらいです。まあ、色落ちはなかったので2周目だと思っております。はい。まあ、人狼側が盤面を作ってくると思うので、まあ、皆さん、盤面に惑わされないよう頑張りましょう。5番のプレイヤーが発言します。4番さん、本当に、兄さんに対して色落ちないと思ったんだったら、結構4番さんって話聞いてねえなと思ってしまうけど。2番さんってなんか占い師みたいな発言してたよね。役職の動きについてかなり触れてて、まあ、霊能についてもですけど、あと騎士の動きとかも触れちゃっているから、ほぼ2番さんって飛躍が透けてると思ってるから、3からその指摘もない、4からも指摘もないから。普通に俺は2釣りたいとまで思ったんですけどね。だからそれ聞いて、なんか霊能のことだけ触れてる3番さんもちょっと違和感あったし、4番さんも2、3色落ちないって言ったのもちょっと違和感今のところありますね。
単純に2が飛躍そうなので、薬系やって意味で、グレーだったら2行きたいと今のところ思ってる。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。占いじゃないです。占いじゃないです。霊能です。申し訳ないです。霊能です。把握お願いします。そうですね、2番さんと3番さん、4番さん、5番さんに触れていくと、5番さんが言った通り2番さんっていうのは飛躍を透かした話す発言をしていた。でも別に3番さん、4番さんはそれを誘って言わなかったのかなっていうふうにもちょっと思ったから、別に5番さんの指摘っていうのはちょっと不当かなっていうふうに思った。3番さんに関しては2番さんへのツッコミは正しかったけど、それに対して3番さんっていうのは2番さん色落ちないって言ったんですけども、少しぐらい気になったんだったら、3番さんってその指摘をするならば、少なからず2番さんっていうのはちょっとおかしいなっていう視点を持った方がいいのかなっていうふうに思ったから、235で言うんだったら3番さんが一番来るかなっていうふうに思っております。4番さんに関しては、まあいいんじゃないっていうふうに思った。22番面だったら狩りを出さない進行、自分も賛成なんで。以上ですね。7番のプレイヤーが発言します。お願いします。うん、5番さんの2番さんへの叩きって別に不当じゃないと思うよ。うん。普通に、あれだよね、役について触れてるんだから、自分が騎士ではない、自分が霊能ではないって言ってるようなもんだよねっていうところだよね。うん。まあ、ただそのふりをして出てくる役っていうことも考え、噛んだ。そうそう。そういうふうに言っといて、実は騎士でしたっていうパターンとかも全然あるけど、うん。まあまあ、それだったらあれなんじゃない ?2 番さんが騎士で出たら対抗とかも出るだろうし、うん。っていうところかな。2番さんが騎士で他の人出んかったら性格、確定するんだろうし、うん。そこは後でいいんじゃないかな。2番は2周目の発言だと思ってるよ。うん。普通に言ったから5番さんっていうのはそこ突っ込んだから結構ムラめなんかなって思ってる。うん。このままじゃ正直2番さん SG1 だから釣り1なのは当たり前だし。うん。で、そこの指摘なかった3番さん、あと6番さんが5番さん不当って言ったのが気になってる。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん。SG1 の、まあ、村人を釣るゲームじゃないのでね。マグロを釣りたいですね。まあ、あれですね。白い人を残して黒い人を釣るってことですね。これが黒だと思うところに入れます。本当に兄さんが、黒いんだろうかね。黒要素があるかないかわかんない。意外と、まともなそうに言ってる7番の方がローかもしれないし。このジェムサス、そんなゲームだからね。2番は要は不用意なんだよね。占い師以外が役に触れればいいってことだね。霊能はまあ100分ずっていいんだろう。別に初日に出るんから、基本的に。うん。石について触れちゃうから安易に触れることで、釣り地に上げられる。3番はそれは分からないのか分からないのかっていうのなんだよね。5番目っていうのはまあ、普通っちゃ普通なんだけどね。分かんない。俺7行こうかな。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。9番です。僕霊能です。僕霊能です。なんで、僕目線6番さんは人外確定なのですが、まあ、強人なのか、狼なのかってとこですけども、まあ、普通に考えたら巨人だと思うんですけど、どうなんですかね。1番さんが何も出なかったら、まあ、1、2番目になるんで、そうすると割と霊能ってなんか残されたりするじゃないですか。うん、そこまで読んで出てきてるのかなって。まあでも、狼だったら巨人の動きわかんないですもんね。まあ、そう考えるとやっぱり6番さん巨人かなって気がしますね。で、グレーで行くと、まあ2番さんが、光飛躍を透かしたってことで、5番さんが叩いてたんで、まあまあ、その叩き方自体はいいと思うんですけど、で、同じように7番さんが、その飛躍を透かす役持ちもいるって言ってたんで、それもそれで当然あり得る話なんで、うん、その2人の話は良かったんですけど、8番さんが7番行きたいって言ったのがちょっとよくわかんなかったかな。1番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。私、特に知りようことはございません。そうですね、この盤面は、例のノロラで、いいんじゃないでしょうか。と思うんですけど。ですよね。はい。グレーから行くのかな？例のノロラでしょうね。まあ、いいや、例のはどっちでも。まあ、狂人か、狼か。ところは正直まだわかんないですね。でも、狼でわざわざロラサレに、霊能に出るのか、でも、強人がはたまた
占いに出ずに霊能に出るのかっていうのは分かんないですね。うん。まあ、占い確定してるからあれなんだけど、5番さんがもうその1周目、後ろの発言聞かないでもうビレンダー2行くって言ったの。俺別に2、そこまで引っかかんなかったけどな。3番さんと一緒の感じだけど。うん。ってところでそこまで行くっていう感じかな。まあ、今日はローラですね。2番のプレイヤーが発言します。うん。まあ自分の狩人の話については皆さん触れてたと思うんですけど、どうしようかな。まあいいや。まあその話は一旦置いといてください。はい。もう今日は霊能ロラしますけど、自分がもう初日にもし霊能者、対抗がいたら霊能ロラするっていう発言したと思うんですけど、うん、狼なら普通霊能で対抗出てこないなっていう感じはします。でも9番さんがな、人外なら普通占いで出た方が強いと思うけどね。って考えると、ああ、でもそっか、まあ霊ロラ。と考えるとな、9番さん白、新目に見えるし。そうですね。まあ4番さん。3しか売れないし。あ、そっか。そういうこともあるんか。いや、でも意味ないんか。ああ、そっかそっか。ああ、スラっていう番目もあるんか。まあいいや。あ、このまま考察だと自分多分釣り位置上げられそうなので言いますね。騎士です。はい。騎士ですね。騎士を。対抗しますか。対抗エレナちょっと出てください。うん、ねえね、はい。自分、シンカリウドです。あ、自分のカリウド字に触れすぎだよ、みんな。せっかく、うん。なぁ。スムラ発言じゃないですけど、うん。ちょっと、で、自分、噛まれないようにしたんですけどね。まあいいや。まあ、例の、どうしようかな。3番のプレイヤーが発言します。2番さん狩り出ちゃうのって思ったね。うん。まあ、大根屋に苦い狩りでいいのかなとは思ったけど。だって、釣り位置って言ったって今日釣り位置じゃないでしょ。今日レーロラでしょ。うん。もしこの後半の話、考察の流れで2になったら、それはチャットでもう2周目だからいいんだから、そこで騎士使用すればいいし。今発言ですることだったのかなと思ったし。うん、まあいいや、それはね。もう一体こういなそうだし。近くで。で、まあ9、6、霊能ってことで、まあロラは完遂でいいのかな。だからまあどっちでもいい。それはもう一角の4番さん、5番さん。ん ?5 はまだわかんないんかな。だから4番さんか。4番さんが決めてもらえばいいや、それは。まあどちらが言ってももう完遂するんで、はい。それはいいです。ってなるとグレーなんだが、ってなるとグレー考察をしとくんだけど、7、8、1、3かな?グレーは。そうだね、8番さん、7行きたいっていうのが、まあ、白狼釣って行きたいっていう進行論的なのに7行きたいっつったのかなとは思ったけど、どうなんだろうなとは思ったね。まあそうだね。ちょっとグレーの中ではちょっとまだわかんないですね。はい。でも一応霊能多分新強だと思うんですよね。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい。3番さんは新強だと思ってるのに、レイロラを進めるんですか?じゃあまあ3番さんのローも十分あるんだろうなと思って。私は2番さんの発言は飛躍というふうには感じなかったので、まあ、4-6が同意見、5-7が同意見ですけど、まあ、それは受け取り方の違いだけだと思ってますので、別にそこで白黒つけるのはないと思ってます。だけど8番さんが理由もなく7に行くって言ったのはちょっと気になってましたね。うん、それは9番さんと同意見かな。8番さんが7に行くっていうのがちょっと理由がなかったから気にはなりました。で、まあ今日はグレーから行きますね。グレーから行きます。まあ気になってるのは813ですね。8番さんの理由は今言った通り。で、1番さんと3番さんはレイロラをまあ強く押してるのかわかんないけど、押してるところからまあ
霊能がまあ多分心境なのかな、まだ分かんないけど心境で出てるのを分かってる人狼なのかなっていう目線ですかね、私目線は。なので813が気にはなってるけど、一応私は釣り位置はちょっと上げれないかな、とりあえず813から、813が今の現状は気になってる。この後の一応みんなの発言もあるので指定はちょっとできないかな。はい、今日はグレーからいきます、お願いします。5番のプレイヤーが発言します。うん、どう考えてもその霊能ロラをしようとしてる人の思考が俺は分からなくて、今騎士まで出ているこの盤面っていうのは7813で2浪いた場合って2分の1で黒落ちるからね、確実にグレー攻めがいいでしょう今日に関しては。うん、だって9番さんが人外だとしたって、狼だったらその位置だったらほぼ占いで出ると思ってるし、6に関しても人外でも強靭でしょう。だから 6も9もあって強靭じゃないと俺は思っているから、今日グレー攻めが絶対いいと思っていて、78どっちかに1浪、13どっちかに1浪だと思ってますね。8番さんのその23じゃなくて7でいいっていうのもそうだし、13はどっちも霊能出したいって発言してるし、78の2浪はちょっとないんじゃないですかね。78の2浪はないと思ってるけど今んとこ。ただ1番さんがやっぱり盤面的にどうしても白く置かれそうな気がしているので、1番さんに縄が届かなかったら狼の位置だったら怖いかなっていう感じかなっていう心配はありますけど、まあ実質最終位置で使用してないからね、1って。白狼ケアだったら1だけど、まあ8つって黒だったら7を白でいいと思ってるし、あ、でもどうなんだろうね。6番のプレイヤーが発言します。はい、2周目よろしくお願いします。霊能ロラっていう話があったんだけど、俺はロラでいいと思ってて、そうなった場合って霊能を2日目3日目になるにつれて絶対決め打ちにしないといけない。霊能をローラーしていたら確実に最終盤面までいける、グレーの精査ができるっていう意味で、俺は霊能ロラからしてほしいんだけどなっていうふうに思ってます。もし9番さんを狼で置くのであれば、13っていうのは霊能ロラから行くっていうふうに言ってたんで、13の9番さん狼軸での、ラインっていうのはキャンセルされるかなって思ってて、グレーで一番白いなって思ってるのは8番さん。8番さんっていうのは5、7が3、2番さんを叩いた後に8番さんっていうのは白狼系がしたいから7番さんに行く。8番さんがもし狼で あるならば、みんなに、5、7に続いて2番を叩いて2番を釣り寄せばいいだけ。結果2番さんっていうのが騎士で出てきたから、8番さんっていうのはまっとなこと言ってたと思う。だから8番さんっていうのは一番白いかなっていうふうに思ってる。1番さんに関しては5番さん、あの時点で最終ポジで5番さんに触れる意味がわかんない。5番さんは、あってもマックス強靭ですけどって思ったんで、1,3 どっちかから詰めたいかなっていうふうに思ってて、グレーで行くんだったらね。9番さん狼軸で考えるんだったら7番さんかなって相対的に思っちゃう。これは消去法的に申し訳ないんだけどっていう感じかな。でもまあ4番さんが今日はグレーから行くっていうんで、2日目3日目で村の人は絶対に6級の決め打ちをしないといけない盤面になると思っております。そうなった場合自分自身に勝ち取れるように頑張るんで、まあ今日はグレーから行きましょう。グレーから行くんだったら7の発言を聞いてみてたけど、1、3どっちかから行こうかなっていうふうに思っております。以上。7番のプレイヤーが発言します。え、6って本当に新霊能なの？明らかに発言おかしいでしょ。1、3だったら SG1 だったら1、3番の発言的に、え、騎士出ちゃうんですかっていう発言残してんだよ、占い1隠してる場面で。おかしいでしょ、出るべきでしょ普通に。2が新騎士で、それ出て、他に対抗の騎士が出たら全人外露出盤面なんですけど。あ、違う、露出しないか。違うよ、ごめん。出ないわ。全人外露出盤面ではないけど、だいぶ有利になるんだけど、クロス越えとかの提案もできて。っていうところなんだけど。騎士は普通に出るべき。占い一角視点だから。グレー狭まるし。っていうところだよね。だから普通に3の、え、騎士出るんですかっていう発言っていうのは意味わかんない。はい。で、5番と同じで、1番だよね。こういう占い一角盤面を作ったっていうところ。そこが完全に SG1 になるとは思っている。で、8っていうのも、ここ、
あの、SG1 を釣るゲームじゃないんでって言ってんだけど、うん。え、白狼を釣るゲームでもなくない？黒いところを釣るゲームでしょっていうところは矛盾点かな、一個。うん。あなたの言う白狼だったら、今のところ1番さんがめっちゃ白狼1になっちゃうんですけど、そしたら8番って1いけるよねっていうところだよね。はい。で、俺6はもうほぼほぼ人外だと思ってるよ。3の騎士出ちゃうんですかって、占い一角してんだから当たり前だし、出るに決まってんじゃん。うん。っていうところだよね。はい。だから6にせ、3黒の1、8どっちかだと思ってる。以上。8番のプレイヤーが発言します。うん。4、5はセンスないと思うから、4、5の逆行けばいい。6が真っ白だよな。センスある霊能だよ。6の芯さえ見えないやつは、7級の狼なんだろうね。うん。6、3本1も行くって言ってましたけども。7番さん。SG1 の村人は釣らないって言ってるんです、僕。はい。うん。あなたみたいな白狼っていう真っ黒な人間釣るんです。6番の白さも感じ取れないような。9番の方が偽っていうのも感じ取れないような。97ですかっていうぐらい。簡単に釣れる3番の方に。そりゃそうでしょうね。うん。俺狼で7番しか行かないって言うわけないでしょ。俺狼、うん、3番とか2番行けばいいだけ。あなたみたいに押せばいいだけ。簡単に。簡単だもんね。うん。4番と5番はセンスがないと俺は思ってるから。絶対に真逆行った方が勝てる。7番行くよ。9番も7番も俺に入れたら、うん、君たち人狼でしょ。うん。3番には行かねえよ。1番にも。俺は7番にしか行かない。うん。黒いやつを釣りたいから。7番が真っ白に見える占い師と片白がいるんだって。すげえ！真っ黒だけど、6番が誰よりも白かったよ。偽霊能でももう6番を信じたいくらいのレベルだよ。それほどまでに白かった人間が黒く見えてんだろ？だから人狼だろ。3番釣れてんだろ？うん、人狼だろ。うん。7番しか俺は行かない。以上。9番。のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。8番さんが意味が全く分かんなかったですね。6番さんが白く見えた理由をなんか言ってほしかったですね。全く白さを僕は感じなかったですけど、で、まあ僕の対抗なんで当たり前ですけど、で、今の8番さんのムーブがちょっと強人っぽいかなって、思っちゃったね。もしかしたら6番さん、狼あんのかなって、ちょっと思っちゃいましたね。なんか、すげえ釣られに来ましたね。8番さん、今、自分から。さっきま、どうなのか、さっきまでグレー、サイクルは当然3番さんだったんですね。だってね、この盤面、今、グレー4人じゃないですか。ってことは2分の1で狼釣れるんですよ。どう考えてもグレー行くべきじゃないですか。で、レーローラオスっていうね、1番さんと3番さん。まあ1番さんの時はまだ騎士出てなかったけど、1、2だったら普通グレーからでしょって、俺思うんですけど。っていうとこで、1番さん、3番さん。で、騎士出た後でもなおかつ押した3番さん。それは圧倒的に怪しいですよ。で、その3番さんから、兵と自分が受け取ろうとした8番さん。だからムーブ的にすげえ強靭ムーブな感じがしましたね。だからもしかしたら6番さん狼なのかなっていう気がちょっとしましたけど。うん。ってとこ。だからまあ、正直、3、8、まあでも8狼であえてヘト買いに来てっていうのはあんのかなっていう気がしますけど、ね、まあ3、8かなっていうグレーの中で行くんだったら、まあ今日は3番さん行きますけど。で、6番さんが、いや、普通に考えたら巨人かなと思ったんですけど、なんか8番さんの今の6番さんの被り方はちょっと、もしかしたら狼もあんのかなって思っちゃう。1番。のプレイヤーが発言します。そうですね、9番さんは何が言いたいんだろう。8番を何強靭で見て6番黒見てるのに3番を釣るみたいな、まあ、3は黒確定してるのか知らないけど9番さんの頭の中で、別に6番さんのロラするって発言はおかしくないんじゃない。だって確実に陣が1釣れるんだから、で占いの結果をその後残せるんだからっていうところで、どうなんだろうね。わざわざ、グレー行って別にどっちみち、霊能行っても2分の1なんじゃないっていうのは思うんですけども。で、占いが確定してるんだからっていう。
ところですよね。今日外したら明日決め打たないといけない盤面でっていうところは、別に6番で言ってることって全然おかしくないと思ったんですけど。はい。だから俺も霊能ローラーを押したしってところです。で、しかも8番を強靭で見てるのに、まだあえてグレーに行きたがるっていう。まあ、占いが、777773がグレーに行くっていうから、まあグレー行きますけど、そうだな。9番はなんだろう、強靭をなすりつけたい強靭にも見えますよね。っていうふうに僕は思いましたね。そうだな。だから2番の別、ね、仮 CO も、さ、引っかかる3番でね、俺気持ちもわからなくないんだよね。レーノローラーだと思ってる盤面で、それだから。全プレイヤーの発言が終了しました。これから。若者よ、そう簡単に結論を急ぐな。え？投票が終了しました。なんで1に票飛んでんの？追放されるプレイヤーは1番、1番の遺言を発表してください。は？あれ、役持ちみんなに投票されたんだけどえ？は？なんでいつも初に釣られんだよ。そんな黒かったかな。いや、2番は俺だね。2番の脳内どうなってんの？お前よかまた人間に土を入れるってどうなってんの？脳内の脳内に、別に言ってることおかしくないと思うんだけど。7番はお前ついてたな、2番を SG で。その人を釣らないで SG だけど残すって言った人に票を入れてる。2番の方の神経とか精神状態どうなってんの？どうなってんの？これが、いや、 2番は入れてないよ。6、9、5、4か。普通の村目だと思うけどな。1釣られるってどういうことよ。3番さんとか特に。1釣られるってどういうことよ。一番村目を感じるんだけども。なんで1釣ってんのよ、これ。まあいいや。1なんで白だろ、何やってるの。7釣っとけよ、間違いなく。7釣っとけよ。7、9。人狼に気をつけてください。もう6、9の話で9が死んだったらもうしょうがねえじゃん、あんな話しかできないやつってもう。6が人外でもあそこまで話したらそれは俺目線もう白いじゃん。もう悪いじゃん。もう発言せずになったらもう悪いけど一応死んでももうこれ負けでいいっていうレベルだからもうしょうがねえじゃん。7、9がなんか透けて見えるような話してんだからもうしょうがねえじゃん。もうこれ。てか1、まあ狼だったらでかいけど、狼だったらでかいけど、え？死んじゃない？これ白じゃない？夜が明けました。てかなんで入れたのこの村マジで。は？昨夜は一面なんで入れたのマジでこの村。2番。なんで入れたの？のプレイヤーが発言します。ああ、サンクロはいいわ。サンクロはいいわ。俺の進行論が間違ってたの？レールラの盤面じゃないの？あそこ。7は3を押したよね。サンクロ出されてんだけど。3に入れないの？進行論は間違ってる。3は。じゃあ何？真の占い師がいないってことか、これ。7は3番押してるけど、結局入れてないの。なんで1なんだよ。31で3番入れてるんだよ。3は9入れる。どういうこと？ごめん、俺の進行論が間違っとったわ。マジ申し訳ない。で、ゆうがなんで自爆しねえの、これ。じゃあ、ここ、霊能を決め打つ盤面ってことだよね。霊ロラしなかったってことは。4番のプレイヤーが発言します。はい、3番さんが黒でしたので今日は3番さんに入れてください。まあ3番さんを占った理由はまあ言う必要はないんだろうけど、まあ3番さんって2番さんの騎士出るのって言ってたのが本当に、まああの盤面は騎士を出す盤面だったけど本当に分かってない村人なのかなっていうふうに思ってしまったので、私目線が。だから3番さんは村人かなって思ったけど、そこでまあ決めつけると怖いなと思ったので、とりあえず3番さんの色を見とこうと思って3番さんを占ったのが理由です。村なのか村じゃないのか。3の9投票って何だよ、まず。3の9投票。まあ、1周目は誰もさっき。これ知らないから9に入れてんの。知らないから9入れてんの。どっちなん、これ。
知らないから9入れてんの、ライン切ったから9入れてんの、7番が3入れないことによってさっぱりわからんとか、なんで1つってんだよ、まずよ。この村、マジでなんで1入れてんだよ。マジでなんで1に入れてんだよ。盤面上多分、かなりないぞ。なんで1入れてんだよ、ヤグ文字含めだよ。3番だけ9。6、7、4、9。だ、どっちだよ。なんで3入れねえんだよ。夜が明けました。昨夜は一名の方が上がるわけねえじゃん、こんなもう決め打ちじゃ。4番、5番のプレイヤーが発言します。まあ6、9に関してはほぼ9が真かなと思っちゃってるんだけど、盤面的に9陣外って占いで出た方が強いと思ってるし、その6番が例のローラーを押すの全然わからない。9が狼に見えてるんだったらわかるけど、9の狼要素の一つもなしに、9強靭を置きしてるんだったら普通にグレー釣りが提案するのが普通だと思うんだけど、6番シーンだったら。例の決め打って、あ、どうしよう。決め打つのかな。7、8だったら俺は8の方が圧倒的に言ってることおかしいと思ってる。6番の言ってることが全然わからないから。7番さんの発想になるのが俺普通だと思ってるかな。今んとこ例の6にせ。6番のプレイヤーが発言します。5番さんに教えてあげたいんですけど、普通に初日に6球を釣り切った方が、村って、4番さんが次の日白結果出した場合って、最終盤面までいけますよ。6球をローラーして、6球の結果も知れる。で、もし6を釣って、9が6に黒を出す。4が明日黒を見つける。で、それ終わらなかった場合って9の破綻だから、そういう進行も取れるし、6級のローラーっていうのは村目線で間違ってないと思ってるんですけどね。普通に考えて。で、9番さんっていうのは、俺のことを狼置きしてたんですけど、俺、狼だったらローラーしてくださいみたいな感じで言わないですし、普通に6級をローラーしましょうなんて、あっても俺強人じゃねって思っちゃったからな。9番さんに関しては。これが9番さんの偽要素かなっていうふうに思ってて。で、7番さんっていうのは、俺の偽を決め打ってる。で、5番さんに関しても、今日は9番、どっちに行こうっていうふうに言ってたんですけど、どうなんだろうね。ね、やっぱ7、8で行くんだったら俺8の方が白いかなっていうふうに思ってるんだけど、8番さんっていうのが7番さんにヘイトを貯めた理由っていうのが、3、8ローローだった場合は、そういうふうに7番にヘイトを持っていくのかなって思ったんで、今正直迷ってますね。なんで、今日6球のランにしてもらえませんかね。これ、明日、間違ったら PP になるかもしれないんですけども、9番さん釣ってもらえれば、明日絶対来るんで。ぐらいかな。以上です。7番のプレイヤーが発言します。結局6は9をどう見てんの？ローとして見てんの？強として見てんの？9っていうのがグレー釣り行ってるから、9っていうのは、ローなんじゃないかとか、そういう、発言が全くないんだよね。全くない。あなた目線、9がそういう発言がないから、霊能は、神道だと思います。だからロラしてくださいとか、そういう発言も全くないし、ちなみに最終盤面、霊ロラしたらいけるって言ってるけど、占いが真一致、占い一致確定してる盤面だから、そんなのする必要ないし、っていうのが正直な感想。でも、普通に、ごめん、2-5と全く同じなんだよね。9が、もし強とかローだったら、普通に占いで出ると思っている。9が上手くてそういう可能性、まあ、やってる可能性もあるけど、発言的に俺6の発想がわかんない。で、8も外れね。7級つってたけど、はい。もう3黒出て3自爆している以上、それはありえません。8、はい。もう残念っすね。はい。
6からかな。6でいいかなって思ってんだけど、正直。うん、5から狼要素拾えないし、うん、9が狼だったら、うん、そうだね。8番のプレイヤーが発言します。うん。そんな考察しかできないから7番は黒いんだよ。黒いんだよ。真っ黒すぎるんだよ。まともな考察するなら9なんだよ。前の日の発言聞いたら9なんて真なあるわけないって発言だよ。こんなの真だったらもうやばいレベルだよ。それを真と置いてる57がいたらびっくりする。第2狂人の5番と、第3狂人なのか、人外なのか、本当の狂人なのか、狼なのかわかんない7番。うん。君たちなんてセンスないんだから。うん、君たちに従うわけにいかないよ。うん。5番第2狂人なんでしょ？うん。人外陣営なんでしょ？うん。村陣営なのに。うん、わかるわかる。うん、協力するわけにいかないから。俺は9番行く。発言聞いたら6の方で。6でいいよ、別に。6で負けても俺は悔いはないっていうぐらいのレベルだったから、9番。信用してこいってレベルだし、死んだったら。うん。3、9で終わんじゃない？早ければ。か、3番が9を真と見て入れたか。3、9のライン切りか。終わらなければ3、7。7番？あなた1、3目で1に入れるなんて。え、白でしたけど。あなたこそ最重要容疑者ですけども、最終日。あ、でも5番の第2巨人いるから勝ててよかったですね、7番の女将さん。なんで3番に入れないんですか ?1、3で。私、7って言ってましたけども、ずっと。あなた1、3で普通3番入れるんじゃないですか、ね、?3 番ぶったらいでね。なんで1番入れたんですか？あんなにぶったらいでたら3番入れなきゃ、あなたおかしい人になっちゃいますけども。こんなのが白いんだ、4番。有言実行もできない人間。うん。9番いきます。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。まあ、6、8人外にしか僕は見えないんですけどね。はい。どっちから行くかは、どっちでもいいかなって感じですかね。どっちから行っても勝てるでしょ、これ。正直、8番さんの、まあ、ぶん殴り方がひどすぎるから、ちょっと、なんか理由が何にもない。殴り方しかしてないから、まあまあやっぱ巨人アピールなのかなっていう気がすげえしますね。って考えるとやっぱ6番さん狼なのかなっていう。で、初日の時に、最初6級ロラでいいですよって言いつつ最後やっぱり4番さんに従ってグレー行きますみたいな感じで乗っかってきたじゃないですか。だから、なんつうのかな。なんつうのかな。巨人だったら普通にロラで行くような気がするんですけど、そこで、だ自分が死んだ、死んつうか、狼だから逃げたのかなって気がしますけど、で、今日はまあ、今だったら普通に、なんか、5番さんと7番さんと俺の意見が揃ってて、6番さんと8番さんの意見が揃ってる感じだったから、まあ、負けるかなって思って、6球決め打ちで勝負に出てきたんじゃないかなっていう気がしますね。やっぱ6番さん狼の8番さん強人の方が強いかなっていう気がします。8番さん狼で6番さん強人の可能性ももちろん十分あるんですけど、なんか発言聞いてるとちょっと、さすがにあそこまでやんねえかなって、どっちかって言うとやっぱ6番さんの方が怪しいかなって気がしますよね。ってどこですかね。僕は6番さん行きますって感じかな。はい。で、ダメだったら明日8番さんでいいんじゃないかなと思います。以上です。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠があるのかな。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは。ゲーム終了。村人陣営の勝利です。8村！やべえ！